この屋根のひび割れの悪いところは、これから冬にかけて夜露または霜が屋根に降りるようになり、その夜露が夜中に凍ることによってひび割れがどんどん広がる恐れがあります。このようにコロニアルと言われる屋根は非常に当該に弱いというデメリットを持つ屋根材でありますので、東北地方にはありません。